ハリー・リーのマカーマートに描かれたバスラの公立図書館の挿絵。作中での公立図書館で催された文学サロン、詩吟会の情景。13世紀当時のイスラーム世界の図書館の形態をよく伝えているが、各々の書棚には想定された書物が何冊か積み重ねられて配下されていた様子がわかる。マカーマート第2話、フルワンのマカーマより、知恵の館、ベイト・アル・ハイクマは、830年、アッバース朝の第7代カリフ・マームーンがバグダードに設立した図書館であり、天文台も併設されていたと言われている。サーサーン朝の宮廷図書館のシステムを引き継いだもので、諸文明の翻訳の場となった。知恵の館は、図書館を指すサーサーン朝の呼び名の翻訳だという。ギリシア語の学術文献のアラビア語への翻訳であった。時にはシリア語を介しての翻訳になった。国家事業として医学書、天文学、数学に関するヒッポクラテス・ガレノスなどの文献から、哲学関係の文献は、プラトン・アリストテレスと、その注釈書など、膨大な書物が大々的に翻訳された。また、使節団を東ローマ帝国に派遣して、文献を集めることもあった。10代カリフ・ムタワッキルは、マームーン時代から続く、ムータズイラ派擁護政策を放棄した。これはムータズイラ派の極端な合理主義、資本主義的思想に反発する形で台頭してきた、伝統主義者、いわゆるハディースの徒に配慮したものであった。ハディースの徒と呼ばれた、伝統主義の人々の立場は、主にイスラーム法の方言は、第一には、クルアーンであり、預言者ムハンマドにまつわるハディースはこれに次ぐものとしていた。アッバース朝初期の神学論争では、クルアーンやハディースで語られている唯一なる神、アンラーの絶対性をめぐる議論が交わされていたが、ハディースの徒をはじめとする伝統主義の考えでは、クルアーン創造論をめぐる論争のようにムータズイラ派に見られるようなギリシア・ローマ哲学流の合理主義的な経典解釈では、クルアーンやハディースで語られている、アンラーの絶対性を損ねるものと受け止められ、一般的なムスリム信徒たちの宗教的な信条とも、有利しつつあった。また、ムータズイラ派系の人々が使用していたアラビア語のジュズ語は、従来のアラビア語では見られないようなギリシア語的な翻訳語を多用する場合が多く、ハディース学、伝承学の分野で、必須の伝統的なアラビア語文法学を収めた伝統主義的な学識者にとってムータズイラ派の人々の論説で使われている言い回しはアラビア語らしからぬ新奇な表現と移った。ムタワッキルの時代はサーマンラーに遷都したままであり、カリフからの庇護を失った知恵の館も翻訳活動アラビア語を優先するそのクルアーンやハディースの解釈には伝統的なアラビア語学の知識と以降の反動期によって活動が急速的に衰えていくこととなった。1258年のモンゴル帝国によるバグダードの戦いによりバグダードが陥落した時に知恵の館もその膨大な文書と共に海人に返した。スタッフの多くはシリアのネストリウス派や単性論派のキリスト教徒、ハッラーン出身のサービア教徒であった。ローマ帝国主要部のキリスト教は4世紀から6世紀にかけてイエスは神の属性のみを持つという思想とギリシア哲学を異端としてしまった。そのためネストリウス派などは東方に逃れることとなった。翻訳のおかげでイスラム世界の様々な人々がアラビア語で学問を論じ始め、アラビア語は知的言語、共通言語としての力を高めることともなった。古代ギリシアからヘレニズムの科学や哲学などの伝統がイスラム世界に本格的に移植、紹介され独自の発展をたどることとなる。ユダヤ教徒もサーディア・ベン・ヨセフやマイモニデスは言うまでもなく哲学関係の書をアラビア語で読み書きするようになった。それまでユダヤ教徒の間ではアラム語やギリシア語が共通語、日常語であったが、アラビア語にとって変わられるようになった。その後、12世紀を最後に、イスラム世界におけるギリシア哲学研究は停滞し始め、ユダヤ教徒も次第に哲学に関してヘブライ語で書くようになり、ラテン語を学ぶユダヤ教徒も出てくる。ありがとうございます。